さんこんにちは、クラトビマレーシアのウェイです。いつも動画をご視聴いただいてありがとうございます。今日はマレーシアの APU 大学のバーチャルツアーを皆さんにシェアさせていただきたいと思います。マレーシアの大学に興味のある方はこの動画を最後まで見ていただけると嬉しいです。ではまず APU 大学について少しご紹介させていただきます。APU 大学は1993年に設立されたマレーシアの大学で、マレーシアのクアラルンプール郊外のブキジャリルという場所にあります。ケールの南側です。この APU 大学は実はマレーシアのテクノロジーパークの中にあって、キャンパスはとてもモダンでハイテックです。そしてこのキャンパスは実は2016年に完成したばかりのキャンパスなので、まだ新しいです。同じ敷地内にある旧キャンパスは今でもまだ利用されています。 APU 大学に在籍している大学生は約1万2000人います。その中の150人前後が日本人生徒です。 APU 大学には132の国籍の大学生が集まっているので、マレーシアおよびアジアで多文化学習体験ナンバーワンの大学と評価されています。マレーシアの大学に通いながら他国の人と交流したり、他国の文化を学んだりすることができるのはこの APU 大学の一つの利点ではあります。 APU 大学は技術系 IT 系学部で高い定評を得ていて、データアナリティクス、サイバーセキュリティなどはすごく人気があります。現在は多角化を目指していて、ビジネス経営、アニメーション、デザイン、国際関係などの学部もあります。 APU 大学のビジネス学部でも IT の要素を組み込んだ e ビジネスとかデジタルマーケティングなどのプログラムもあります。 APU 大学のキャンパス内にある学生寮の施設はとても充実していて、生活に困ることはほぼないと言えます。コインランドリーとかコンビニ、ジム、スチューデントラウンジなどがあってすごく便利です。そして大学のカフェテリアは朝の7時から夜中の12時までやっているので、食事も困らないと思います。学生寮のルームタイプ、つまり部屋の種類ですが、基本的に1人部屋と2人部屋です。家賃は部屋の種類によって少し多少変わってきますが、とてもリーズナブルです。APU 大学は年間最大5つの入学時期があります。メインな入学時期は2月、5月、9月と11月です。1月入学の場合もあります。この APU 大学では英語集中コースも提供されていて、入学時期は毎月あるので、仮に入学時期を逃してしまっても大きな影響が与えられることはないと思いますので、心配はいりません。APU 大学の IT 学部、ビジネス学部の年間授業料は約3万リンギットです。日本円で言うと約75万円です。詳しく知りたい方は弊社のホームページをご覧いただければと思います。では APU 大学のバーチャルツアーを始めましょう。APU 大学のメインロビーの入り口です。中に入ってくると、ここに受付カウンターがあります。そしてここで体温を測ります。今はブロック A にいますが、ブロック A は大学院のブロックです。はい、左側にミーティングルームががあります。ちっちゃめな調校室ですね。調校室を出てくると、ここに学生用のラウンジがあります。
ラウンジです。ここは大学院生の教室です。テレビは2台あります。 APU 大学の大学院は MBA もありますし、コンピューティングもちろんあります。そして工学もあります。教室を出ました。今ディスカッションルームに入っています。フィンテック、ファイナンシャルテクノロジーが今流行っている分野です。流行っている学部です。はい、エビガイアーティフィシャルインテリジェンスの今度看板があります。 AI ですね、人工知能という意味です。ここは工学部の動画事務所、クラスルームです。アラスルーム、 This is the Microsoft HoloLens。Which is catered more towards augmented reality. Oculus Quest here, which is more catered towards the okay, to actually do sculpture, or you can actually see the storyboards and so on. This is basically an augmented reality poster. Add to the poster. Hi, I'm Papa Wong. And I'm Mama Wong. And this is Baby Wong. With the band.Hi, my name is Andrew, and I just can't stop smiling. And if you're like me, you're excited by your life, your career, and your dreams. Okay, so there's a button on your right. Oh, okay. On your right, press the most top button. Top button. Okay. The wood is here. Yeah, you see a lot of cars downstairs. Yeah, I see a lot of buildings. Yeah. Buildings, so you're in the city. So this, hi. No jungle.City. It's a city and... Oh! Okay, I'm going to go to the university. This is the Technology Lab of the University of Technology. There are a lot of desks. And this computer is like this curved shape. It's more widely visible. You can see it more widely.マルチメディアの学生はだいたいこのようなパソコンを使います。今はコンピューターラブにいます。ここのパソコンは全部アップルのパソコンです。この大学の図書室に来ました。左側にカウンターがあります。ストゥーデントラウンジ、図書室の中にあるストゥーデントラウンジです。そして右側にパソコンがあります。ここはディスカッションルームです。ここはネットゾーンです。この中に入っていくと大きい声で話してはいけません。中はこんな様子です。こんな感じです。そしてこれは大学の中にある病院です。クリニック、マレー語でクリニックって書いてあります。朝の9時から午後の5時までやっています。土日は休みです。そして休日、祝日も休みです。もちろんマレーシアに到着後は大学のこの病院で健康診断を受けることになっています。今から APU サイバーセキュリティタレントゾーンに入っていきます。こちらです。サイバーレンジですね。先生が授業、オンライン授業をやっているようです。そしてここはトッキングをリアルタイムで検知するシステムですね。
ワーキングの授業を特に使う教室です。このアイアンプロジェクトスペースに使われます。この IoT というのはこれですね。 IoT というのは物のインターネット、日本語で物のインターネットと言います。ちょうど授業中です。ドローンが置いてありますが、このドローンはこの教授と先生たちが一緒に作ったドローンです。そしてこの NTU 大学が撮った写真です。ここは NTU 大学のデジタルキャリアセンターですね。キャリアセンターです。キャリアフェアとかフェアとか、インターンシップはここの方がアレンジしてくれます。実習エリアです。このオーディトリオン1は大学の一番広い超高室です。キャパシティは500人までなんですが、今は最大249人。のみっていう制限があります。広いですね。ここは大学のセンターポイントです。真ん中にちっちゃい噴水があります。センターポイントですね。ここは学校のカフェテリアになっています。ここにウェスタンフードがあります。まずどんな食べ物があるか。サラダ、パスタ、チキンチョップ、アルマチップス、フレンチフライ。ここにチャイニーズフードがあります。ここは安めですね。安い方ですね。チキンがあります。
ンジシェアリングスーパープレミアムの部屋です。家賃は25,000円。ベッドが2つあります。デスクもテーブルも2つあります。そしてここにミニ冷蔵庫があります。スーパープレミアムという部屋です。一人部屋ですね。ここにデスクが2つあります。ベッドが1つあります。ここに冷蔵庫があります。ワードローブもあります。バストイレ付きです。家賃は、1ヶ月3万円近くですね。シングルスタンダードっていう、ただ一人用だとは十分だと思います。この家賃は1ヶ月2万5千円です。ここに大学の寮のパントリーがあります。そしてここにストーブもあります。電子レンジ、冷蔵庫、そして浄水器です。でここで料理することはできますが、調理器具は大体自分でご用意しないといけないです。大学の中 の中にランドリーがあります。もちろん実費になりますね。レジデントラウンジです。寮生のみ使うことができます。ここはスチューデントセンターですね。何か質問があるときはここに来て問い合わせをすることができます。インターナショナルスチューデントもここで最初のビザ、最初の学生ビザについてはここで問い合わせすることができます。Hello to Japanese student. Warmest greetings from Malaysia and greetings from Asia Pacific University, APU. If you are interested in studying overseas and in an English speaking country, come to explore APU Malaysia as we have a multicultural learning environment with students from more than 130 countries over the world studying in APU Malaysia. We are offering programs related to computing technology, engineering, business management, creative design and media, as well as finance.And we are more focusing on technology program. If let's say, for example, cybersecurity, IT, software engineering, AI, and also Internet of Things. Welcome to Malaysia and hope to see you in APU very soon. Thank you. 以上が APU 大学のバーチャルツアーとなります。いかがでしたか？この APU 大学を何度も訪問している弊社の感想ですが、APU 大学はやはりテクノロジー、IT が圧倒的に強い大学であることです。同時に多角化を進めていて、ビジネス経営、国際関係などの学部も提供していて、多くのニーズに応えられる大学になってきました。 IT にしろビジネス経営にしろ、最も大事なのはどれだけスキルを身につけることができるか、そして社会人になってどのように自分をアピールできるかっていうことだと思います。この動画を見てよかったと思う方はぜひいいねをよろしくお願いします。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。